何も知らないくせに。我を失ったな。だって死ぬかもしれなかったんだ。カッとなることもあるでしょ。怒りは矛にもなる。己を律し使えばな。お前にはできん。ひとたび最近は発作も起きてない。もう治った。そうか、撃ってこい。叩けってこと？やれるものなら。いた！何？もう一度。なんで叩くの？遅すぎる。もう一度。やめてよ。弱い。ダメだ。まだだ。やめろって。来い。その怒りに染まってはならん。険しき道なのだ。いいか、アトレウス、お前にはまだ無理だ。今のは？静かに。おい、出てこい。もう隠れても無駄だぞ。いるのは分かってんだ。誰なの？知ってる人？そしてお前が何者なのかもな。隠れろ、床下だ。急げ。でも床下には行くなって。誰なの？分からん。何しに来たの？さあな、入れ。少し聞きてえことがあるだけだ。誰も血を見る必要はねえ。意外と小さいな。だがお前で間違いない。故郷を捨ててきたようだね。何の用だ？おい、それは俺が言わなくても分かってるんだろ。ここにお前の求めるものはない。立ち去るんだな。お前らは俺たちよりもはるかに優れてるんじゃなかったのか。実にご立派で頭もいいんだろ。なのにこんな森の奥で隠れてやがる。腰抜けのようにな。後悔することになるぞ。後悔させてほしいもんだ。今すぐここから立ち去れ。そうか、それなら俺を殺すしかないんじゃねえか。忠告はした。やっとか。愚か者が。おい、ふざけんじゃねえぞ。こんな程度かよ。まあいい、次は俺だ。期待外れもいいとこだな。じゃあやるか。無駄なんだよ。つまらねえな。
さっさと吐いちまえか。痛いのにしなくて済むぜ。ベッドが二つある。水がらずに来るべきじゃなかったな。んで、もう一回やんのか。うるさいやつだ。言わねえのか。ならいい。あの家にかくまってるやつに聞けばわかるかもしれねえな。さあ言え、誰をかくまってやがる。あと最後に引き、耳の穴かポジってよく聞け。俺は痛みも何も感じねえんだよ。分かっただろ。お前が何しようが俺は倒せねえ。争い自体無意味なのさ。お前のそのあがきがな、こうしなくてもよかったんだがな。哀れだな。お前は勝てねえんだよ。俺には何も聞かねえんだ。だがお前は痛みに耐えて必死にはがいている。俺は兄貴とは違う。
俺の望みを素直に聞いてりゃこうならずに済んだんだがな。だがもう遅い。しまいにするか。これまでの奴らとは違ってお前ならもしかして何かを感じさせてくれるかと期待したが無理だったな。私とて同じだ。お前なしで息子と旅ができるのか。だがここに残ることもできん。心配するな。来い。荷物をまとめろ。出発する。まだ早いって。ああそうだ。だがもう行くほかない。やってみせろ。わかった。